いつも元気な服部管楽器、あなたの楽器買い取ります。チャンネル登録もよろしくね。楽器を売っても買っても嬉しい服部管楽器。西巣鴨。皆さんこんにちは、武田ゆりです。今日は蒲田にあるディックススタジオ24蒲田店の紹介をしていきます。ここがロビーになります。ちょっと早く着いちゃってもこうやって待つことができますよ。それでは各スタジオの部屋を見ていきましょう。ここがギターベースルームになります。広さはこんな感じです。こちらは備品としてベース、ギター、ベースアンプ、ギターアンプ、それとスピーカー、あとはマイクスタンドとケーブル類、そしてマイク類が備品として無料でお使いいただけます。ここが練習室1です。だいたい3人くらい入るかなという感じです。あとは Bluetooth スピーカーもついてるので音を流しながら練習することもできます。ここがピアノルーム1です。ピアノの練習だけでなく伴奏合わせや個人レッスンにもお使いいただけます。さらにこのピアノルームはもう一つあります。こちらがピアノルーム2です。ここがアンサンブルルーム1です。すごい広いですね。最大7人入ることができます。なので木管50奏やサックス40奏なんかにおすすめです。ここがアンサンブルルーム2です。さっきの1と比べるとちょっとこじんまりとしていますが、アンサンブルするには十分な広さです。ここが練習室2です。こんな感じで可愛い壁紙もついてますので動画撮影にもぴったりですよ。以上になります。個人練習だけでなくアンサンブルやレッスンにもお使いいただけますよ。詳しくは概要欄をご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。